オ TV。 ねえ、ドキドキモードにいるとっていう状況でこういう天国以上確定のパターンが出ればまだいますよってことなんで、プラス2回で、これはモードの1ゲーム連なんで、8パループの0ゲーム連だ。これで落ちる可能性は一応あります。レンちゃんもいい感じ。いや、これあるな、この共通ベルのコンスタント感がね。よし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 、いや、だいぶ順調。これで11年、で向こうにやったって13年まで確定しました。うわー、ただ今じゃないよね、今じゃない。今じゃない、上がんねえから。まあ、どうせで、まあ、こんだけでもいいかとなったら勝ち逃げしてもいいぐらいのここまで来たけど、まあまあまあ4つ目で見てきてますんで、抜けた後も期待していいんじゃないかと。スローテンベスから、スローだな、スローから通常か。はい、後半戦ドキドキモード中にランチ行ってきましたで、これがどう出るか。ビッグ1回で3000枚だね。いや、上出来、こんな続くもんじゃないからね。何回か例えば引けるんだったらまあ話別なんだけど、でおそらくまあ次も大丈夫なはずなんで、ここでビッグが来れば3000枚よっていう話なんだけど、もしこれで抜けちゃうのだったらランチのタイミングミス。おう、ランチのタイミングミスったか。16折り返し、出なかった。21位、はい、19連目。いや、なんぼドキドキもしても一発でこんなになるとは思わなかった。いや、ありがたい。もう共通レベルも数えなくていいレベルだね。100分の1来てる。半端なところで終わんだよ。19連とか20連は差し込む記念に。はい、9ゲーム、
か19回当てて今ボーナス合算が6分の1。6分の1ってすごくない？普通の台のリプレイ確率ぐらいじゃないか。あれ20ゲーム抜けたか。まあでも3000枚いったからね、何の問題もない。30、はい、次ラスト、はい、抜けました。19連、もう一発欲しかったけど。で問題はまあここからだよね。まあ偶数奇数がまだ分かってない状況なんで、まあ奇数だったらドキドキの後の方が天国の後より、まあ、戻り子優遇されるんでいいんだけど、まあ偶数の場合は、ね、引き戻しの利用率が天国から落ちた時の方が高いんで、若干まあ天国後に比べるとまあマイナスな、まあでもまあ冷遇っていうほどのもんでもないんだけど、まあまあいずれにしてもここ早いとこ一発引っ掛けてからだね。まあこの際1000円しか使ってないんで、まあ多少ハマったところでか止まれたところで趣旨的にはまあ全然セーフティーなんですけど、まあ、せっかくなんでね、ちょっとこういう時ぐらいいっぱい流して帰ろうぜっていう話だよな今日は。願わくば5000枚オーバーね。いや全然手の届く位置にいますんでね。だからまあ途中引っ張った確定ゼリーとかね、ああいうのをだからこういう場面で引けると本当はもっと面白かったという話ですよ。前回来て6っぽい台打った時もう確かね初当たり苦戦したんだよね。まあこの際偶数だったら初当たり取れれば勝手に玉の方からついてくるという設計ですので、まあ、今打つ必要よく分かってないけど、ただ共通ベル的にはもう設定よく振り切れてますんで、まあ、状況的にも、ね、12分に期待していいと思うんですよ。ちょっと余ったけど、これ上がるようなことがあれば面白いんだけどね。